アーミアさん、急いで降りてきてください。すぐ行きます。全員おとなしくしててもらえるかしら。また会ったわね、チェン隊長。お元気？貴様怖い怖い。でもごめんなさい、あなたに用はないの。会いたかったわ、アーミア。こちらへどうぞ。この子があなたとお話ししたいんですって。アーミア、ミーシャさん。じゃあまたね。伏せろ逃げ足早。ミーシャさん、ミーシャさんですね。ご無事ですか？すぐ助けに行きますから待っていてください。ねえアーミア、どうして、え、どうして殺したの？ミーシャさん、彼は私の弟だったの。ロドスとリユニオンは行く道が違うってあなたは言ってたけど、ロドスだってリユニオンの人たちを、感染者を傷つけて殺してる。そうでしょう、ミーシャさん。私ずっと見て見ぬふりをしてた。感染者の悲しみも苦しみも、弟が感染者になって無理やり連れて行かれた時だってそう。この子は泣きながら私の名前を呼んでたのに、私耳を塞いで隠れて。でも分かったの、またこの子を奪われて。やっと分かった。心が痛くて痛くてたまらないの。リユニオンの人たちはこの痛みを、感染者が受けた痛みを知ってほしいだけ。私は感染者として彼らの側に立つ。やっと罪を償う時が来たの。謝らないでください。私たちは感染者としての思いを分かち合うことができるはずです。信じてください。必ず。ごめんねアーミア、こうするしかないの。私あなたみたいに強くない。さよなら、ミーシャさん。